魔法少女の仕事って結構大変なんだね。けど、みんなが笑顔で暮らせるためには、うちたちがやるしかないもんね。ここが魔法少女の本拠地。オムニスフィアですか。すっごい。テレビでしか見たことないのに、まさかその中に入ることができるなんて。喜んでくれてるみたいでよかったわ。魔法少女の主な仕事は可能性世界の管理と悪魔を倒すこと。世界の管理なんて、そんな大それたことを魔法少女はしてるんですか？世界の管理っていうよりゴミ掃除って言った方が正しいかも。悪魔はこの世界だけじゃない、いろんな世界で悪さをするから、それを見つけ次第やっつけたりしてるんだ。セイラたち魔法少女はいわゆる実動部隊。今のところは悪魔を倒すことだけを考えていればいい。とか他の人たちは何してるの？結構人いるみたいだけど。そうね、ちょうどいいし少し紹介しましょうか。ジェームズさん、少しいいですか？お呼びでしょうか、セイラ様。それにココア様まで。おや、この方々は。私も魔法少女としてここに配属されました。これはこれは新たな戦力といったところでしょうか。そうなれたらいいなって。失礼、自己紹介が遅れましたな。私の名はジェームズ。ここで皆様方魔法少女たちの補佐官をしております。え、魔法少女じゃないの？魔法少女というにはいささか年を取りすぎましたな。いや、そもそも性別が違うんじゃ。ちなみに俺も補佐官の一人、要はお前たちのサポート役だな。お前たちがしっかりと悪魔を倒せるように、地形や悪魔の種類、弱点などの割り出しをやっている。マスコットだと思ってた。お前な。さて、これでもろもろの説明は終わったかな。次に、ココアたちのこれからについてなんだけど。今日から私たち、4人チームとして行動することになるの。それってうちたちお邪魔になったりしませんか？これは慣習になってるんだけど、ある程度魔法少女をやっていた人たちはこうやって新人とチームを組むことになってるの。いくら魔法少女になって強くなったとしても、新人だけでは危ないこともあるでしょ。だからチームというより教官と生徒のイメージ。ココアはイロハス、そしてセイラがカオリンを担当するから、訓練もビシバシやっていくからね。
コクリ。そう、どんな状況でも生還できるように、いろいろ経験して強くならなくちゃいけないんだから。頑張ります。その息よ。それじゃあまず最初は軽い任務から始めてもらおうかしら。任務、アクア退治ってことですよね。今度こそいいところ見せなきゃ。それだけじゃないんだな、これが。もっと大変な任務が二人を待ってるんだから。だって猫ですし、神社に悪魔が忍び込んだって聞いて急いで来てみたら、爪研ぎしてる猫しかいないなんて。でも悪魔じゃなくてよかったね。連絡ください。疲れた。今日の任務変なのばっかりだったね。おばあさんが財布をなくしちゃった事件に、アイドルイベントへの脅迫状事件。全部全部悪魔のせいだってみんな言うけど、全然違ったし。ここは先輩の言ってたことが分かった気がする。悪魔倒しなんかよりよっぽどこっちの方が大変かも。イロハなんかそれでも笑顔で頑張ってるのに、うちはこんなことで落ち込んじゃって。うち本当に魔法少女としてやっていけるかな。今日もこんなのばっか。魔法少女ってもっとかっこいい職業だと思ってたのに。楽しかったじゃん。飼い主さんも子犬が見つかって嬉しそうだったし。それはそうだけど。大丈夫香織、ちょっと顔色悪いみたいだけど。大丈夫です。すみません、心配かけて。まあ結構ハードなスケジュールだったからね。でもこれも魔法少女の仕事なんだから。本当ヒーローみたいだよね。困っている人を助けて笑顔にさせるなんて。カオリン、どうしたの？別に。でも勘違いで呼ばれるなんてやっぱり大変だなって。気持ちはちょっとわかるけどね。でも万が一が起きたら大変なことになってしまう。取り越し苦労ってのは良かった結果なんだから。それはそうなんですけど。カオション、カオション。この音は確か悪魔が出た時の音だよね。緊急連絡、緊急連絡。チームウィングは悪魔出現地域に急行せよ。こんな急に。他の魔法少女の人たちは。確かみんな他の世界に出向中だったと思う。館内に残ってるのはコカーたちしかいないから。それじゃあ私たちチームウィングの出番ってことだよね。よし、あと一踏ん張りだ。
こは。私たちは一旦避難誘導。イロハたちにはまだ教えてないことだから、私たちがやらなくちゃ。それじゃあうちたちは。悪魔の大使をお願い、できるだけ早く戻ってくるから。よし、それじゃあカオリン行くよ。ごめんなさい。でもよく頑張ったわね。ここからは大丈夫、ココアたちが受け持つから。ありがとうございます。二人ともかっこいいな。助けてと思ったらそばに来てくれて、悪魔を倒して、うちなんかを気遣って、これがうちもなりたいって思った魔法少女なんだ。比較的軽い怪我で安心しました。明日からはおそらく普通に活動できるかと。ありがとうございます、手当てまでしてもらって。いえ、これも補佐官の役目ですからな。しかし無理は禁物です。しばらくは激しい運動は控えてもらう必要があるかと。香織、
よかった、無事だったみたいね。セイラさん、今日はすみませんでした。迷惑かけちゃって。ちゃんと自分の責任果たせなかった。うちってやっぱり魔法少女に向いてないんでしょうか。そんなことないわ。香りは魔法少女に向いている。ほら、その証拠が来てくれたわよ。確かにあなたはまだ力不足なのかもしれないけどね、そんなあなたにだって今この時に助けられるものはある。どうかしら、魔法少女悪くないでしょ。そうかもしれません。もうちょっとだけ頑張ってみようと思います。まだ自信とか全然ないダメダメなうちだけど、せめてあの助けられた子に私は魔法少女なんだぞって胸が張れるぐらいに。魔法少女、友永香織。イロハを支えるために魔法少女になりました。頑張ります。ちょっと、なんで触るの？マッサージならくすぐったくならないようにやってってば。変なとこ触らないでって。魔法少女だからって何されても怒らないとかないからね。魔法少女の仕事って結構大変なんだね。けどみんなが笑顔で暮らせるためにはうちたちがやるしかないもんね。魔法少女、友永香織。イロハを支えるために魔法少女になりました。頑張ります。ちょっと、なんで触るの？マッサージならくすぐったくならないようにやってってば。こら、変なとこ触らないでって。魔法少女だからって何されても怒らないとかないからね。